Harwatwen! Энэ хавас Харват байсан. Бид тэл байна. Ханус. Амхараа дуу жив. Уртан төрнэг өгли. Ахит Харван. Ослот аша тэрник. Зум би спайсэ дүн бал. Маттана. Ой, өнөөх их ч хардаа. Би хаа хүл бэ? Алтчихсан.
化け物がいるんです。昨夜現れて見ましたか？落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノ。して何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し、殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください。カッパは食いつくのはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやる。よほど腹が減っていたのか。この後、人か獣のものか。川に続いておる。後が続いておる。
シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。
お前は役目がない。Allah just. Hang on, hard. Oh!
一番手は誰だ？ 逃がしてやる。 お主の里は飯島の集落です。 隠れていたんですが、猛虎が湿地から村を攻めてきました。 恐ろしい馬の稲鳴きと泥が詰まった蹄の音が。 気づかれずに村に入り、奴らを打ち払おう。 Thank you.
走れ、トラ。行くぞ。
減はせんぞ。慎重に勝負。今の切れ味でご満足ですか？鉄すら切れるでしょう。今は私にできることはありません。その立場五分を運びます。止まれ浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。
参りましょう。まず御前にご挨拶。何かお探しですか？素材が足りないようですね。また頼むぞ。誰が相手でも臆することなく。どうぞご覧ください。ここで良い知らせを。高い球。参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が鵜麦御前です。鵜麦谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。しびれてきたな。
雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。面識も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな。報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したい者がおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。家族の仇は討ったと。足立のジジイもその一族もこの世から消えた。平和気に入らんようだが、
あいつは足立家の仕打ちは何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の千倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。お前は何も分かっちゃない。酒をよこせ。今のは好きだね、泥棒め。酒をよこせ。二度とブレに来るなんて言っただろ。好きだね、泥棒め。昔の話をいつまで引きずるんだ。酒をよこせ。二度とブレに来るなと言っただろ。好きだね、泥棒め。何の音だ。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。